はい、アガシクサーチのシンです。こんにちは、今回もリクエストでございます。あの世の猫編、ぜひお願いいたします。猫を含め動物はずっとその種のままですか？人に生まれ変わることはないのですか？猫好きの私は前世も来世も猫と公言しているのですが、点々点。そもそも前世来世はありますか？ということで、ですね、前回というか以前、犬の転生パターンの質問を受けてちょっと解説したと思うんですが、虹の橋のたもとで、飼い主、の来るのを待っているという、まあ、そういった内容の動画がありますが、犬はですね、犬は霊界に上がって、大体6年ぐらい、犬種にもよります。早いのは3年ぐらいでいきますけども、6年ぐらい経つと、魂はパーッと散っていくと。はい。で、猫の場合はですね、猫大体2年ぐらいみたいですね。はい、どうも2年ぐらいでヒットしました。霊界に上がって2年経ちますと魂が散ります。散って、さまざまなものと結合して再度、出てきますが、人間の魂が人間だけの、魂で出てきてるわけではなくてですね、猫や犬は入ってるわけですよ。トカゲやカメレオンが入ることもあります。ゴキブリは入りません。ゴキブリには魂はないので、魂があるものは基本的に全部一箇所に行きますんで、上がっていって、その、まあ、霊界のようなところで、魂、意識を持ったまま現存している状態が人間が大体30年。まあ、ただしこれも、10歳以下の子供になるともっとぐっと早くなりますね。はい、で犬がだいたい6年、猫がだいたい2年ですね。2年から3年の間でヒットしたんですけども、はい、このぐらいで、魂は散っていって、はい、でいろんな魂と、結合すると、はい、まあ、精霊も入りますし、まあ、だいたい一般的に人間というのは、だいたい50人から100人分の魂は混ざっております。はい、まあ、その中に犬とか猫も入ります。まあ、ですから猫好きなんていう人はもともと前世の一個に猫があるわけですし、犬好きなんていうのはもともと自分の前世の一個に犬の魂が入っていると。カメレオンが好きな人はカメレオンが入っているわけです。はい、そういうふうになっております。はい、本当ね、もう混ざり合うんで、猫が猫だけとして転生するということは、まあ、ないんですよね。まあ、転生の場合はちょっとまあググってほしいんですが、アートマンって言うんですけども、固定されたものが次々ずっと転生していくというのは私はもう完全否定をしておりまして、もちろん魂というものは引き継がれますが、それは混ざり合っていきますので、また色が変わっていくわけですよね。はい、まあ、こんな感じで、まあ、ちょっとうまく説明できておりませんが、猫が猫としてひたすら転生をする、まあ、あるにはあります。前世来世は当然ありますが、アートマンとしてあるわけではない。アートマンは分かりにくいでしょうけど、ちょっとググっていただければと思います。はい、まあ、神話と言ったりいたしますが、ちょっとハイヤーセルフとはちょっと違うんですよね。ちょっと違うんです。はい、はい、まあ、こうなっております。猫は2年。前回の犬の動画を見ていただいた方は私のこの説明で多分ちょっとわかると思うんですが、犬は6年、猫は2年で輪廻のサイクルに入っていくということですね。はい、アートマンは犬も猫もありません。我々は、で、私は犬派なんですよね。ですから犬が少し入ってるんですよ。まあ見た目も犬っぽいですしね。はい、で、私の魂が、私が死んで、あちらに上がった後に私の魂というものが、当然人間の、誰かの人間の一部にもなり得ますし、猫に入ることもあるし、犬に入ることもあるわけなんですよ。トカゲに入ることも当然あるわけです。だから私の来世は人間がザクッと50人から100人、犬だとか猫だとかにも分散されて入っていくという風になっております。はい、人間は人間だけで固まるということではございません。はい、まあ、そんな細かいことをやってたらですね、
生物の種が絶滅したりだとか新種が出た時っていう時にパッと対応ができませんので、そんな風にはなってません。魂という一つの塊がまああるわけですね。まあそれは星によって、きちんと分離されていて、地球の魂の塊ってものがあって、それがなんていうかな、まあいろいろ混ざり合って出てくるわけです。はい。わかりますでしょうか。なんか極端なことを言うとですね、死んだおじいちゃんの魂を受けて、今我が家にいる猫はおじいちゃんの魂が、まあ、35年前に死んだおじいちゃんの魂が今うちにやってきた子猫ちゃんの中に入っているっていうことはかなりの確率で実はございます。はい、結構近場近場で輪廻しますので、まあむしろほぼそういう現象を起こしているペットっていうのは何らかのそういう現象を起こしていると思った方が良いと思います。はい、以上でございます。面白いと思っていただけましたらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、それではまた次の動画で。